続きまして、東京の学生の椿さんからのメッセージです。女性の魅力も男性の魅力も比べることができない。異性でなければならない理由を見出せない。相手の良さを本当に理解し合えるのは異性にこだわらなくても良いのではないでしょうか。ありがとうございます。今日は、多様な性に言えず全国から集まった140通ほどのメッセージを読ませさせていただいております。ゲイ、レズビアン、バイセクシュアル、トランスジェンダー、性同一性障害、さまざまなセクシュアルマイノリティと呼ばれる人たちがいますが、すでに一緒にこの社会の中で生きているということで、今日集まったメッセージを読み上げさせていただいております。続きまして、青森県のミルクさんからのメッセージです。生まれた時から性が決まっていて、物心ついた頃に改めて自分の本当の性に気づき、好きな人ができて、それが異性でも同性でも関係ない。その人を好きなんだから性別なんて関係ない。好きな人と一緒にいるだけで本当の幸せを感じられるから。ありがとうございます。マイクを交代させていただきます。青森県の会社員のさくらさんからのメッセージです。大好きな彼がゲイだったら、大好きな彼女が別だったら、きっといつか受け止めるでしょう。だって愛ってそういうもんじゃない。ありがとうございました。次のメッセージです。鹿児島県会社員のよしさんからのメッセージです。みんなが安心して暮らせる社会という題名のメッセージです。多様なセクシャリティの人が安心して暮らせる社会って素敵だなぁと思います。一人一人の地道な活動がこれからの社会を促すと信じています。ありがとうございました。次のメッセージです。青森県のフリーランスのみっちさんからのメッセージです。他人の気持ちを大切に。自分は同性で、それまで LGBT に当てはまる人と出会うことはあまりなかったのですが、とある機会からお会いするようになってみて分かったことがあります。自分と何ら変わりがないんだと。ありがとうございます。次のメッセージです。20代自営業をなさっているジュリアさんからのメッセージです。応援していますというタイトルです。可愛いものは可愛がりたい。美しいものは見ていたい。愛しいものには触れてみたい。すべてのときめきがキラキラ光っていられますように。ありがとうございます。次のメッセージです。福岡県フライド金魚さんからのメッセージです。やっぱアイダホーというメッセージです。好きな人のことを自然に話せる社会と私に早く出会えるように。ありがとうございます。次のメッセージです。青森県会社員のスサさんからのメッセージです。人の数だけ性がある。人の数だけ好きがある。ありがとうございます。次のメッセージです。青森県の学生のニックさんからのメッセージです。私には大切な人がいます。同じマイノリティの仲間には話せます。幸せなことだと思います。でも自分には性愛者の友達もたくさんいます。気使ったりとかビビったりとかしないで友達に話せる社会になったら、もっともっともっと幸せだと思います。ありがとうございます。次は高校生の大場勝利さんからのメッセージです。グッズです。僕は高校3年生のゲイ。気がついてから寂しくて一人で泣いた日もあったな。でもそれでこの世界の差別や偏見と戦う信念が生まれたし、悩んでる人に尽くしたいと思えた。今悩んでいる人に伝えたい。君にはかけがえのない個性がある。僕もいる。一人じゃないよ。これからも頑張って生きようよ。ありがとうございます。大阪府教員のルナさんからのメッセージを次に読ませていただきます。自分一人じゃないよ。あなたのままでいい。堂々と生きていこう。ありがとうございます。次は青森県自営業ジャックさんからのメッセージです。いろいろな愛の形がある。愛は全ての人に共通する素晴らしくて素敵なもの。理解できない愛なんかない。堂々と胸を張ろう。ありがとうございます。次は青森県大学1年生のラタさんからのメッセージです。未だに誰にもカミングアウトできない僕はただの臆病者なのでしょうか。友達に合わせて同性愛はありえないよねと話しているときが一番辛いです。苦しくて苦しくてしょうがないんです。でも間この動画を見て今まで保っていたものが一気に溢れてた感じがしました。
一人じゃないと思いました。ありがとうございました。ありがとうございます。次のメッセージです。東京都杉並区専門職のちかさんからのメッセージです。恋人が同性であること、ただそれだけで親は友人に、子が交際する恋人の存在を隠す。その結果、親の友人から執拗に異性を紹介されたり、結婚を勧められたりする。そんな理不尽な思いをしなくていい世の中を目指したい。ありがとうございます。次のメッセージです。福島県会社員ののっこさんからのメッセージです。偏見のありか、もっと堂々としなくてどうするの。自信なさげだから周りが引くのよ。その態度自体が差別になるんだよ。母の言葉です。常に受け入れられるとは限らないけれど、最大の偏見は自分の中にあるのかもしれません。ありがとうございます。次は神奈川県大学1年生レロからのメッセージです。いろんな性別を持つ人がいる。性別を持たない人、持ちたくない人もいる。同性に恋する人も異性に恋する人もいる。恋するのに性別なんて関係ないという人もいる。そもそも恋をしない人もいる。それでいいじゃないか。ありがとうございます。では次にマイクを代わります。